番いやそうです、マリです。僕の作品、未来の一つ約束は綺麗な水が流れる渓谷の山をいつもくり抜いて作った洞窟学校です。食、エネルギー、環境、街づくり、教育を良くするため、僕らが毎日一つ約束を考え、それを表現しました。未来の世界では環境保護のためいろんな法律ができています。例えば、建物を建てるときには未来を 100% 確保しなければなりません。その約束を守るため、地下や海中に建設しています。食料を自給するため畑や牧場があり、海と川と養殖場をつなぐ巨大な立体水槽で食べる分だけの魚を取り、絶滅危惧種を養殖し、魚を放流し、海を守っています。自然と融合した現代建築を調べました。中にはフランク・ロイド・ライトの落水場にとっても影響されました。実際に海に行き、漂着ゴミを調査をしました。そして僕から仲間に呼びかけ、ビーチクリーン活動をしました。調査だけなく、すぐ行動しないと間に合わないと思います。立体水槽の建築や山の中を球体で置き換えるとき、プログラミングを使いました。いい位置、天窓や窓ガラスが来るように、慎重に座標を確認しました。毎日会いたかったので、まず学校かかったまず宿題しました。そして穴を掘りまくりました。僕は石垣島で一番大きな学校に通っていますが、その学校10個分ほど穴を掘りまくりました。マイクラの歴史の中で一番穴を掘った人だと思います。CO2 削減のため、多くの生徒は船へ投稿。立体船積みから海の道を歩き、校門をくぐると3の山と滝の広場。1の山は海底や川底の見える教室がたくさんあり、綺麗で気分が良く、とーっても集中できます。未来は宿題がなく、自分に消えたプロジェクトに取り組んでいます。お泊まりも OK で、ベッド付きの机で好きな時に休めます。7階建ての地下校舎は立体成長と養殖場に隣接しています。裏山は農園と牧場、魚の加工工場があります。給食は教室で自動運搬。バイオマス発電所は全ての電力を供給。うんち当番が早めに投稿し、燃料投下。ウッピー最高。アメオチェックオッピー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 。夜景が素敵なニューラマ。高層教室は天体望遠鏡があり、ロマンティック。渓谷の上流側、C56 の山。名前の通り、山道ほどの大きな洞窟。都市館や京都資料館は地域の人々に開放され、いつも賑やか。水が豊富で、川の上の教室やたくさんの滝があって、とーってもビューフォー。オーシャンビューエリアはカフェもあり、みんなが好きな場所で勉強できます。海洋船が学べる海洋展示場を通ると、地下に湖が広がる体育館。初の山は溶岩暖房でとっても暖かく、宿泊教室もあります。山頂は巨大地保護区。ドリアーズ教室は合宿もできます。視点で生きる力をつけるため、ボーイスカウトは必修科目。野営エリアにもなっています。大きな集会場がある旧の山サンゴを養殖しています。きっと未来も綺麗な海。僕は夏休み、毎日ゴミ拾いをしました。すると見える風景が変わりました。清掃で綺麗になった海も街もまたいつの間にか汚れてしまいます。僕は諦めず拾い続けることにしました。未来のため
まず知ること、そして一人が一つ何かの約束をすればきっと多くの問題は大丈夫だと思います。それでは美しい未来で会いましょう。 See you in your beautiful future。 発表終わります。